娘と二人で韓国旅行に行くっていうのを先日皆様にお伝えしたんですけども、そのパスポートがですね、ダメでした。パスポート。まさかのパスポートでした。いつも近日の予約スタイルは飛行機は直接飛行機のところに予約してたんですけども、今回は HIS が安かったということで、飛行機券は HIS でお願いしまして、で、向こうから何回も来るんですね。 あの、パスポートの期限を確認してください。確認してください。何回も来るんですよね。それをね、聞かんかったらやばかったんですよ、実は。もちろん有効期限あったんですよ。県立は普通にあと5年あったんですけど、娘はまだ二十歳未満なんで、5年5年なんですよ。だから、もうそろそろ切れそうっていうことで、 まだでもね、日にちはあったんですよ。あと2ヶ月ちょっとあったんですよ。だからもう普通に2泊3日の韓国の旅行だから行けると思うんですよ。で、それで HIS で予約して、向こうから日にち確認してください、確認してください。いや、確認ってまだあるだろうっていう感じで、まあ予約取ったんですよ。飛行機券をね。で、それに連なって、向こうのホテルも予約したと。あまりにもね、来るから電話したんですね。えー、なんかちょっと不都合なことがありますか娘さんのパスポートの有効期限が3ヶ月、 で,すか、ね、でその場所によってはなんかもう 6, 6ヶ月ぐらい必要というそれがなかったら入国できないらしいです日本は出国できても韓国が受け入れるとかどうか分からないだから至急に更新してくださいっていうパスポートの更新してくださいそんなね残り有効期限ってそんなに長いこといるっていうのを初めて知ったんですよもう何十回も海外行ってますけどこれね知らない方ぜひこの動画で知ってください もう本当に予約するときはねそス,スッスッと行けるわけなんですよ。今回の予約してスッと行けてるんですけどもたまたま向こうがこういうふうに来たんで発覚したと急遽娘のパスポートを更新してで,できる日にちとこの娘と二人で韓国行くのとはもう間に合わないということでキャンセルさせていただきました。ということで海外は娘行けなくなりました。 いやー残念ですね、本当に2人であっち行こう、こっち行こうっていうねもう服屋とかね食べ物とか考えてたんですけどももう一人、毎日旅です、まあ、ホテルも大体ダブルベッド一つなんですよ。でまあ娘はもう 布団取られるからもうシングル二つにしてって言われて、わざわざね、もう、ふシングル二つの部屋にした、部屋を予約したにもかかわらず、それがアダとなって一人でそこの部屋を、を寝ることになるというね。いやー残念です。パスポートの有効期限、大事ですよ。海外行く方、もうね、今ね、安く行けるじゃないですか。で、直撮りできるじゃないですか。直撮りできるっていうのは、いいんですけどもね、自己責任なんですよ、この辺。 全然大普通に申し込めますからね、パスポート期限が切れてなかったらできますからね、まあ、今回はケニチ一人の旅になりますけど、一回行ったもう娘に、ね、行うゆうゆく気持ちになってますんでね、もう近々、またケニチと娘、行きます、もうこの間はパスポートセンターでもす、まあ、早速更新したんでね、まあ、その更新が来てから、来てから、それからいつ行こうかっていう話、もう近々また行きます。 何度も言いますよ。パスポートの有効期限を確認して海外旅行に行きますように。